医療の戦いは、中国三国時代の222年に行われた三峡における、食管皇帝劉備が指揮を執る食管軍と、クレの大都とクリクソンが指揮を執るクレ軍との間の戦いである。戦場となったのは、白帝城から恵比須道までの三教全域となるが、三国支援儀に記された決戦場にちなんで、医療の戦いと称される、ギットの役とも言う。 曹操との冠中争奪戦に勝利して、勢いに乗る劉備軍は、慶州の首相であった関羽が、義の拠点である繁盛を攻めた。関羽が、曹操の派遣した、武器らの援軍を下すと、繁盛は、孤立無援となり義領内で俗の放棄を招いた。さらに、上昇上の義風までもが反乱を起こすなどしたため、曹操は、戦闘を考えるほど動揺した。しかし、劉備と同盟を結んでいた後は、 以前から慶州を奪う作謀を進めており、突如として、関羽の背後を、呂毛、陸村らに襲わせた。御所においては、孫賢は内心では関羽を憎んでおり、功績を上げたいと称して、早々に自ら関羽討伐を申し出た。関羽が、調査軍と霊領軍の境にある、小関の米を収奪したため孫賢が攻撃を決めた。三国史義書においては、小を渡ると、 芝居が、武器の敗戦により戦闘を考える曹操をなだめ、孫権に、関羽の背後をつかせ関羽を撤退させることを検索したなどの記録が見られる。孫権が関羽を憎んでいた原因は、関羽の娘と孫権の息子との婚姻を申し入れた。際関羽はこれを断り、孫権を怒らせた。孫権は関羽に救援を申し出ていながら、関羽は、孫権の指揮した援軍が遅れたことを怒鳴った。無事な 繁盛が陥落した時、拙者は孫権を滅ぼさずにいられようか。とののり、孫権はそれを聞いて、彼が自分を軽視していることを知り、下手に出て陳謝した、などの記録が見られる。孫権は、南軍を攻めて、関羽を捕らえ残首、その首を曹操に送った。これにより、京州南部を劉備から奪取することに成功した。221年4月。 劉備は、職官初代皇帝に即位し、クレの統制を決定した。同年6月、劉備と合流予定であった張飛が、部下の調達と反響によって殺害された。調達と反響はその首を持って、長官を折り、クレへ逃亡した。7月、劉備は、慶州を取り戻すために自ら式を取り申請軍を、発した。聖師では、戦士は孫敬が官を襲撃したのを起こり、 統制に向かわんとし、選手が定位についた後、東方の尊権を正当して、関羽の仇を打とうとしたとき、関羽の劉備に対する関係は、道義では、君臣ですが、恩愛では、不死です。関羽が殺されても、彼のために軍を起こして敵に報復できないならば、最後まで恩愛を貫くという建前から言って、不完全となりましょうとあり、同時大臣や陳守からは、 関羽の仇討ちと捉えられていたことがわかる。趙雲を公衆に止め置いて、義への牽制としてから、劉備は軍勢を東に進めた。対する孫権は、諸葛金に命じて劉備との和議を持ちかけさせたが、劉備の怒りは大きく拒絶された。そこで、関羽討伐で功のあった陸村を大都督に任じ、全軍の葬式と防衛を命じた。劉備は、クレハン、ヒを先方として、陸ク李 竜ラが防御していた、不上と気状を続けて吸収し彼らを破り、短期間のうちに危険まで制圧した。クレの諸将は名詞出身だが、大義の大戦での実戦経験がないリクソンに対して会議的な態度を示し、素直に従わない面も見られた。劉備は自身も本体を指揮して、木に駐屯し、クレハンと陳式らに水軍の指揮を任せ、医療へ先行させた。 この水軍はおとりであり、劉備は陸上から進軍したが、この計略は陸村に干破された。222年に入り、気候が温暖となると劉備はさらに兵を進める。後見はこれ以上進行すると撤退が困難である、ことを指摘し、自身が兵の指揮を取るから劉備は後方に下がるよう、進言したが、劉備は長江北岸の戦線を後見に任せると、水軍を引き上げさせ、 長江を図装し、先方は、エビス道にまで進んで、孫館を包囲した。孫館はリクソンに救援要請を出したが、リクソンは、食軍を破る計略があるから耐えるべしとして、救援を出さなかった。クレの将たちは皆この、リクソンの行いを見、陸泊ことは愚か者だ。後は滅ぶと口々に語り合った。この時点で、リクソンの本体は三兄弟の全拠点を失い、後方には、 孔陵があるだけという危機的な状況であった。劉備はついで自身も堤にまで進軍し、馬陵を武陵に派遣して、移民族を手名付けさせ、これに武陵版の砂間からが交応した。この時、劉備は補給船と退路を確保するため、後方に五十近くの陣営を築き連ねていた。同年6月、陸村は、職軍の陣地の一つを攻撃したものの、攻略できなかった。これに対し後の諸将は、 無駄に兵を損なっただけだとリクソンへの批判を強めた。しかし、その時にリクソンは、植軍の陣が家計に弱いと見破った。リクソンは全軍に指示を出し、夜半に水上を急行して、総攻撃を開始、一斉に敵陣に家計を仕掛け四十以上の陣営を陥落させた。戦後、総比はこれを聞いて、劉備は戦の仕方を知らない。必ず敗北すると側近に語ったという。 劉備は、後方の陣営が落とされると、馬倉山まで撤退し陣を敷いたが、呉軍はこれを、四方から攻撃し、職軍は改装した。その後、孫観覧は、職軍を平行追撃し、次々に退路を遮断した。この中で、氷州王をはじめ、長南、風雨、ほどき、馬良ら有能な武官、文官が戦死し、退路を失った、後見も義に投降した。 この敗戦の最中、校長の守る人は全く破られることがなかったという、容疑の、機関、タスク審査では、指揮官に任命されていた、氷州が敵をかんじたため、国家に損失を与え、災難は数とから生まれ、広大な影響を与えたと評されている。劉備は、援軍の長雲らに助けられ、かろうじて白帝城に、逃げ込み、白帝城を永安と改名、ここに泊まる。 食軍の被害は著しく、数万人の戦力を失った。これにより食艦は、慶州を完全に失った。この時になって初めて、クレの諸将はリークソンを信頼し、また、旧地を脱した孫艦も、リークソンの地望の深さを悟って、異形の念を表した。儀は、クレの援軍と称して、大軍を軟化させていたが、クレはこれを自領への脅威とみなし、駅州への反抗を行わず、 義軍に備えた。義は、呉に人質を要求し、拒まれると三方面から呉に攻め込んだ。この暇に職は軍事を立て直した。しかし、医療の戦いで、意気消沈した劉備は、白定城で崩御し、その後を劉禅が継ぎ、国事は諸葛亮にすべて委ねられることになった。もともと、慶州侵攻に反対であった、諸葛亮は、呉からの同盟復旧要請を受け入れ、 儀に対する北伐を行うこととなる。この戦いに参加したクレ軍の兵力は、陸村殿に5万と明記されているが、食軍については、本文中には、大軍とあるだけで明記されていない。史実岩では、食軍全軍を4万4人、それに加え、食に組みした、慶州の移民族である。選手伝によると、222年の正月に、選手は儀に駐留し、 クレハンと陳式の水軍は医療に駐屯したとあり、また2月に選手は木から諸将を率いて軍を進めて堤に中援したと記述されている。文定期の中には222年の2月8日に劉備の死闘4万人と馬に3000頭が木を出てきましたという尊権からの上書が載せられている。また職軍の被害は斬首したり投降してきたりしたものは 数万に上った。その死者は万を数えた。陸儀はその兵八万四人を殺しとある。小説、三国支援儀では、劉備が冠中を領有した翌年に死んでいる。はずの老将公中が劉備に、年寄りは役に立たぬと馬鹿にされ、敵に突っ込んで行きやを受け、その傷がもとで沈没することになっている。また、勘のあだである美、微方風刺人、藩将、修禅、バーチューラが、長方、 赤橋らの手により次々と戦死するが、これは、全くの創作である。他にも、劉備を追ってきた陸村が、諸葛両発案の維持兵八人にかかり進軍できずに、途中で引き返し、義の攻撃に対処することになっている。劉備が指揮を取る職軍の兵力は75万となっている。三国志五職列手伝三国志五所両毛伝、三国士義所、長渡る伝 三国志職所関羽伝、伝略。三国志職所選手伝呉上陸儀、リー、竜阿東頓夫、木、将軍呉藩、氷州寺不幸拝藤陸村は、呉軍の四世の一つ陸士の文家出身である。東神時代に、勝行によって書かれた、新宣伝には、末駅という全漢の文帝の代与に生きていると称す。仙人が、劉備からご討伐の吉祥について求められ、紙に、 平和武器数十万枚を描いて引き裂き、最後に一人の大きな人物を描いて地面に埋め、食軍の敗北を予言したという逸話を載せている。ここでは、劉備の敗北について、14万の軍勢のうち、わずか数百人しか帰還することができず、武器も兵糧も荒たつきたと表現されている。ただし、選手伝の中での引用では兵力については触れられていない。ありがとうございます。